大平は中国語管末期から三国時代の食官にかけての軍人。字は古人氏。一時期母方の姓を用いて何平と名乗ったこともある。駅州派生軍当拠県の人。異民族のいた順番の出身と言われる。子は大里氏。元母方の南氏に養育されていたが、後に王姓へ戻った。曹操が冠中に進攻して、 長路を下した際、長路に基準していた、異民族の指導者であり森、僕子も早々に基準し、派生軍大衆、派東軍大衆に任命されていた、大平は彼らに伴い、落葉におき行為の位を与えられていたが、218年から219年の、帝軍山の戦いを含んだ一連の艦中、攻防戦の際に、劉備軍へ降り、騎馬門将、飛将軍に任命された。 以降、職官に仕えることとなった。諸葛亮の北伐にも従軍し先鋒を挙げた。特に大平の名を高めたのは、町邸の戦いで、大平は諸葛亮から馬食軍の先鋒を命じられ、馬食が山上に布陣しようとするのを何度もいさめた。しかし馬食が大平の歓元を聞き入れなかったため、結果として義軍に大敗を喫した。しかし、 大平が指揮を取る、部隊戦が踏みとどまって、陣代孔を打ち鳴らし踏みこたえたため、義軍の指揮を取っていた蝶は、副兵の存在を疑って、近づこうとはしなかった。敵が追撃の手を緩めたところで、彼は徐々に所営の残留兵を収容し、将兵をまとめて帰還した。これにより、食軍は全滅を免れることができた。馬お及びその配下の武将が、いずれも、 軍令違反で処罰されたが、大平だけはこの時の功績により特別に敬意が払われた。三軍、内矢田将軍の地位を与えられ、五部の兵を統率することを許可されるとともに、抵抗に封じられている。231年、諸葛亮が紀山に出陣した際、大平は別動隊の指揮を取り山の南を守備した。この時、芝居が諸葛亮の軍を、長が、 大平の軍を攻撃したが、大平は堅守して、長軍を撃退している。234年、諸葛亮が、五条元で義軍と退陣中に没すると、陽忠氏は、諸葛亮の遺言に従い全軍撤退を命じた。ところが、かねてから陽忠氏と不仲であった義のべが、撤退命令に従わず、陽忠氏討伐の兵を挙げるという事態が起きてしまった。この時、大平は、 陽忠氏の先方となり、義野部配下の兵士に向かって、功がなくなり、その身もまだ冷たくならぬうちに、お前たちは、なぜこのようなことをしようとするのかと一括した。義野部の兵士たちがこれを聞くと、義野部を見捨てて逃げ去ったため、陽忠氏は、難なく、義野部を打ち取ることに成功した。陳珠はこの時の戦いを、一戦して破りこれを、平らげたのは、王平の功績であると、 称賛している。撤退後は、五天軍、安官将軍に昇進し、五位の副将として、官中に駐屯した。また、官中大衆を兼任した。237年に、五位が死去すると、公認として、官中方面の守備を任され、安官公に封じられた。その後も、全官軍、陳北大将軍に昇進し、官中の軍事、行政を一任された。 244年、義の曹操が、不評、騎兵合わせて10万余りの指揮を取って関水まで、攻め寄せ、先方隊が落国に侵攻してきた。その時、関中の守備兵が3万に満たなかったため、諸将は恐れをの,のいた。ある者が関中を捨て交代し、ハンスン、落城を固守して、本隊の援助を待つべきだと主張した。しかし大平は、 冠虫を取られることの危険性を考慮して、この意見を知りけ、前進して、アイロで敵軍の足止めを行い、救援を待つことにした。大平は、劉佐氏と森木を派遣して、強勢山に立てこもらせ、自らは、黄金国より敵が兵を進めてきた時のために、後方での備えに当たった。大平は、火の援軍が到着するまで抵抗を続け、撃退することに成功した。 この頃、東芝と馬中がそれぞれ諸区の東と南を防備していたが、大平の名声は彼らと並び称されるほどであった。また、歌謡国史によると、道軍出身の区、タスクや公認の大将軍である、長翼、両家と並んで、称賛されていたとある。248年に病死し、着死が後を継いだ。生徒武功誇の大平創造陳治は、大平殿で、 長らく軍慮にあったため文章が書けず、知っている字は十字に満たなかったが、口述筆記させた文章は道理にかなっていた。四季、感情を人に読んでもらいその大略をつかみ、論じては容姿を捉えていた。法律を忠実に履行し、ざれ事を口にせず、忠実探査するという武将らしからぬ様子であった。しかしながら性格が偏境で疑い深く、軽はずみな人柄であったため、 それが欠点となっていた。中優にして、厳正な人物であったと評する。南三岐市田勝僕に墓所が残る。真の高所年間に墓碑が建てられ、菅将軍王平らの墓と記された。地球文物保護単位。小説、三国支援儀では、関中攻防戦に際して、関中の地理に詳しいということで、早々から共同詞に任命されるも、女皇と仲たがいし、 殺されかけたため劉備に不利、囲碁職の武将として仕えたことになっている。また南蛮船でも活躍している。諸葛亮は、臨終の時、忠義の主として、亮華や馬大らと共に、大らの名前も挙げている。ありがとうございます。